ちは、くまたです。今日も英語についてお話をしていきます。今日お話をしていくのは R の発音についてです。よく発音の話になるとまず取り上げられるのがこの R の発音についてだと思ってます。この R の発音っていうのは非常に難しくてできない人も多いと思うんですけれど、例えば海外に1年間住んでいたので完璧に R の発音ができるのかというと、そういうわけではありません。この R の発音を完璧に習得するのは結構難しくて、正直めちゃくちゃ時間がかかりました。特に英語を勉強しだしてすぐの方によく見られるのが R の発音が上手にできないっていうことですね。今日はそこについてお話しします。じゃあ実際になんで R の発音ができないのかっていう原因を考えてみたいと思います。それは R の発音を日本語のラ・リ・ル・レ・ロに置き換えてしまってるっていうことなんですね。これはどういうことかというと、 R の発音っていうのは英語の音にしかなくて、日本語では表現のできない音になります。それを今自分の持ってる日本語の知識で発音しようとするので上手に発音ができないっていうことになります。例えば英語の右を意味する right を聞いた時に、日本語に一番近い音は何だろうと考えて light、ライトというふうに置き換えて発音してしまうんですね。なので本来の音ではなくて、違った音で発音してしまうということになります。ここで一つ英語を発音するときのコツを説明したいんですけれど、英語の発音をするときは日本語の発音を忘れるというのが大事になってきます。極論耳で聞こえた音をもうそのまま聞いたままでいいんで、そのまま発音しようとしてみてください。変に日本語に置き換えてしまうとまた違った音で発音してしまうことになります。次は R の発音方法についてお話をしていきたいと思います。ここで2つポイントがあるんですけれども、1つ目が舌を口の上側につけないっていうことと、2つ目が舌を引いて発音するというこちらの2点になります。ここで先ほど説明した、日本語のラ・リ・ル・レ・ロの発音との違いを説明したいんですけれど、日本語のラ・リ・ル・レ・ロっていうのは実際今発音してもらうと分かると思うんですけど、舌をですね口の上側に当ててそこを弾いた時に音を出すような仕組みになってると思います。これに対して R の発音っていうのは口の上側に舌を当てずに発音をします。なので先ほどの Right っていう発音も上に当てずに発音をしています。それでは日本語の発音と実際の R、 英語の発音の違いを今発音してみますので、一度聞き比べてみてください。日本語の発音がライト、そして、実際の R の発音っていうのがライトと、聞いてもらうと分かると思うんですけど、発音っていうのは全く異なると思います。次に2つ目のポイント、舌を引いて発音するっていうところなんですけれども、よくですねこの R の発音を勉強するときに舌を巻いて発音するっていうように勉強した方も多いかと思うんですけれども、実際舌を巻いて発音するのではなく、舌を奥側に引くようなイメージで発音すると綺麗な R の発音ができると思います。実際にこちらは本当に僕自身もやってて少し難しいので、
先ほどの一番の舌を口の上側につけないっていうのを意識して発音をしてみてください。それではですね、今日お話しした2つのポイント、まず舌を口の上側につけないっていうのと、もう一つは舌を巻くのではなく舌を引くっていうことですね。それを踏まえながら Right の発音を、もし皆さんも今練習できる環境でしたら、一緒にしてみてください。Right, right, right。 英語っぽく発音できたでしょうか？慣れるまで少し時間がかかると思うので、ぜひ練習してみてください。それでは今日の動画は以上になります。ご清聴ありがとうございました。また発音に関する動画も配信していくのでよろしくお願いします。じゃあまたね。